だからね、これあの、クローズスタンスであのこうやって打つと、理想の弾道が簡単に打つことができるの、それをあの、これ、まあ、見てくださいということでね、こうやります。 これね、まあスローで送るなりしてみてくださいねこれがあの腰のね動きがこう真空状態に水平に戻すのねそういう時に行われるでかかとからポンと落とすでそれが あの両方加わると6四の視点がこうくーンってねあのボールに腰,腰の真空状態と一緒に伝わっていくんですよ腰がこう足の動きとともに2段ロケットになっていくっていうのが分かりますかね腰の2段ロケットにしようかねこの題名ね、うん、はい以上です ということですねどうも。